の時事ネタはですね、元モーニング娘。の辻ちゃんの17歳の娘ノアちゃん、ノアちゃんがついに顔出しをするようになりまして、見ました、めちゃくちゃ可愛いですね。フォロワーの合計はもうすでに200万人を突破。はい、ということで、よろしくお願いします。今日もフラッシュパーティーやっていきたいと思います。可愛いだけじゃダメですか？はい、あかり今日様、よろしくお願いします。おーい、はい、時事ネタ今日もやっていきたいと思います、今日の時事ネタはですね、元モーニング娘。の辻ちゃんの17歳の娘ノアちゃん、ノアちゃんがついに顔出しをするようになりまして、見ました、めちゃくちゃ可愛いですね。フォロワーの合計はもうすでに200万人を突破。ノアちゃんって何歳なの？17歳ですね。17歳、はい、うわー、めっちゃ可愛い。当時の辻ちゃんたちが生き生きだった時と同じですかね。当時の辻ちゃんは、デビューが小5小6だから、もっと早いんだ。13歳12歳とかじゃない？もっと早いんだね。もっと早い。散々、親子喧嘩もすることがあったそうです、芸能界に入ることについてね、しかしですね、26日に事務所入りました。ずっとスカウトとかされてたのかな？めちゃめちゃされてたと思うんですけど、親がいる芸能界の事務所には入れない。親と同じ事務所だとさ、やっぱりさ、なんか、あ、そういう意味か。親と同じ事務所は NG で、問題があるということで、タレント事務所が天下取れるやろ、大型新人が入ったっていう感じで騒ぎになってるだろうね、この事務所はね。そうだね。普段は、パン作り専用のアカウントだったそうなんですよね。モンブランロールケーキか、何でもできちゃう。あ、つーちゃんから教わったのかな。あ、そうかもしれないですね。お菓子作り上手だから、そうそう、突然顔出しするようになりまして、で、もう一気にバズっていると。 YouTube はなんと33万人、インスタ53万人、いや、もうすごいわ。 TikTok なども合わせるとフォロワーがすでに200万人以上。もう可愛くて、お菓子作るのがうまくて、生まれながらのなんかスター性、そしてですね、はい、辻ちゃんのアンチが、アメブロのアンチの方々がヤフーとかにもたくさん現れているという現象が起きています。なんノアちゃんを可愛いとか言うと、もうバットが大量に入ってしまうという、え、ちょっと待って、ことが起きてしまっているんですよね、これ。これ多分ね、何なんですか？期待をね、込めて、多分可愛いなとかコメントしてるんですけど、みんな。だって実際可愛いものは可愛いやん。ということで、歌もダンスもね、するのかなと。ドラマ、ホラー、私ホラー映画好きだからさ、ホラー映画の主人公とかになってほしいかも。はい、役者のね、そうだよ、太陽さんが、ね、仮面ライダーでしょ。はいはい。なんとかレンジャーのピンクとかよくない？はあ、なるほどね。もう何やりたいかどうかわかんないけど。はい、ということで、ありがとうございました。あざっす。